くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。謎の自販機を終えという企画でやったじゃないですか。秋葉原にもあると思う。ニクロマンセのビルの裏にあるって書いてある。あれじゃない、あれか、あれっぽい。ポップコーンはあるけど、キティちゃんの水がない。風林火山、武田信玄もびっくりせんよ。そのこっちがびっくりしちゃうから怖すぎる。シャボン玉持ってるやん。カブトムシ。DVD。 なんだろうね、これ。これじゃあ1個買いましょうか。 OK。 とりあえずこれから行ってみますか。はい、490円ということで、今500円落ち込みました。いろいろ書いとるんですけれども、これ行きたいと思います。アパートの隣室に住んでいる30過ぎの女は、居酒屋のホールをやっている女で、私のことを見下すような目つきで見るので、頭に来たので、女がベランダにパンって押してる。なぜだ、長いノズルを使ってコックローチをたくさんかけておいた。もう女の股にはご協力がない。もうちょっともう読むのもしんどいぐらいめんどくさいですけど、ちょっと これ言っときたいと思います。49番購入。はい、これすごい来たよ、これ。うわ、来た来た10円を釣りました。しっかり490円。しっかり。なんかちょっと湿ってる。え？ちょっと待って、嫌な予感する。え？何？チョコバット5本入りって書いてる。嘘でしょ？これ50円ぐらいのもんを10倍ぐらい。びっくりされた。もうこれ自体がくじなわけなのかな。くじってこと？全部チョコバットやで。え、マジ？うん、うっすら。しかもちゃんとチョコバットの目を上に置いとるから。ああ、チョコバットやん全部。いや、中身は違うんじゃないですか、もしかしたら。ちょっとじゃあ、ちょっとこっち止めてこれ上げてみます。そうですね。はい、490円の謎の小包み。はい、上げていきたいと思います。はい、いつお手紙が続いてます。あら、サッカーの本田圭佑が面白くなってきました、うん、選手、監督、投資ファンド、そして内閣総理大臣、そんなのもありか。東京の地下に20兆円投資して地震や核攻撃のシェルター。投げさあ、どうか俺の嫌な予感が外れてほしいですけれども。言うたって490円結構高いですよ、自販機で。そうよ、そうよ、うん、そうよ、本当に。そうよ、そうそうよ。まあ一応まだ、まあ箱的にはチョコバットですけど、まあ中が分かんないですから。封が切られてない。嘘でしょ。50円です。じゃあとりあえず最後に、はい、問題、一番問題のキティちゃんの水、はい、買っていきたいと思います。買っていきましょう。こんな失敗は二度とせんように。とりあえずこのキティちゃんのミネラルウォーターをちゃんと買って、そうですね、帰ろうかなと思いますね。いや、110円。お、入れさせていただきました。お、110円。それでは問題の、やっと出会えたキティちゃん、はい、ナチュラルミネラルウォーター、セーフ。おー、出てきましたね。お、来た、キティちゃんの水、紛れもなく。あ、蓋までキティちゃんなんですね。おー、なるほど。じゃあこちらをですね、飲んでいただいて、どういう水なのか、俺らが追い求めてきた水。レッツゴー。はい、
水出てきたチョコバット、食べてみて、多分でもやっぱ500円するんでいいチョコバットだと思うんですよ。いただきます。めっちゃ喉乾く。